ちゃんすごい。こんなの簡単じゃん。伊豆くん、おめえ本当に何もできねえな。石ころが。こらデク、ボス個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。ついこの間まで道端の石ころだったろうが。おお、すっげえ。いいな。ヒーロー向きの派手な個性ね、勝樹くん。俺がすげえんだ。みんな俺よりすごくない。おい、知ってる？デクって個性がないんだって。無個性って言うんだって。デクがいっちゃんすごくない？俺をそんな顔で見てんじゃねえ。言ってもらったんだ、君はヒーローになれるって。そんな後が。爆豪少年、自尊心の塊、膨れ切った心ほど脆いもの。俺はてめえに負けた。そんだけだろうか。そんだけ。くそ、くそ、こっからだ。俺はこっから。いいか、俺はここで一番になってやる。君は間違いなくプロになれる能力を持っている。言われなくても俺はあんたをも超えるヒーローになる。ただの1位じゃねえ。俺が取るのは完膚なきまでの1位だ。戦闘能力において爆豪は間違いなくセンスの塊だぜ。てめえはつくづく俺の神経逆なでするな。嫌なやつだけど、目標も自信も体力も個性も僕なんかより何倍もすごいんだ。ヒーロー志望の爆豪勝樹くん、俺の仲間にならないか。寝言は寝て死ね。どんだけピンチでも最後には絶対勝つんだよな。俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。誰が何言ってこようがそこはもう曲がらねえ。後で表出ろ。てめえの個性の話だ。オールマイトからもらったんだろ、その力。いつかこの個性をちゃんと自分のものにして、僕の力で君を超えるよ。戦えや、ここで。いいな、母ちゃん個性かっこいいもんな。デクがどんな個性でも俺には一生かなわねえつーの。なんてずっと後ろにいたやつの背中を追うようになっちまった。クソ雑魚のてめえが力をつけてオールマイトに認められて強くなってんのに、なのになんで、なんで俺は、俺は超かっこいいヒーローさ、僕もなれるかな。君がすごいと思っていたから、だからずっと君は追いかけていたんだ。緑谷少年が爆豪少年の力に憧れたように、爆豪少年が緑谷少年の心を恐れたように、気持ちをさらけ出した今ならもう分かってるんじゃないかな。互いを認め合い、まっとうに高め合うことができれば、助けて勝つ、勝って助ける、最高のヒーローになれるんだ。俺も全部俺のもんにして上へ行く。遊びは終わりだ。君は9つの個性を使うことができる存在となった。ここにいるのは僕たちだけ。さあ始めまして。1年 A 組出動。この存在は脅威となる。まだ勝負は終わってねえ。ここで守れなきゃヒーローを目指した意味がない。僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー、ヒーローズ・ライジング。